どうもこんにちは、サンマを売ってます。王者、賢者、漢字に囲まれるのはいいことだ。トン一曲ドラローピン、プレイヤーの引きに期待しましょう。一体どんな戦いとなるのでしょうか。今撃撮影のタイミング見て、4マ撃った直後に3マ撃ってるんですけど、あんまり、まあおすすめしないというか、4マの直後に3マ、3マの直後に4マ、3マ、4マ、3マみたいな撃ち方すると少し違和感あるんで、僕らドラのローピンだし、リ、ハパーピン引いてウーパーピンリーチ。いや、一番最初に仕掛けるのは誰か言わせてやれよ。一番最初にポン。左は初ポン。場を制する人物は一体誰なのか。あとはイースーピン引いて、ウーパーピンローピンの三面ちゃんリーチ。もう一番いい形。左は、おーっと、三アンコーまあ実際はウーパーピンだと思いますけど、万が一ローピンなんか出ると、リーチ3アンコードラドラ、裏3つ、倍マン。果たして誰なのでしょうか。プレイヤー上がりきることはできるか。いいね、ワクワクするね。3アンコーが確定してるとワクワクします。チーピンが4枚枯れた。にもかかわらずパーピンが出てこない。ちゃんとアンコで使われてる可能性あり。なかなか上がれないですね。あとは積も上がれ。こんなに待ちはいいんだ。このまま流局となるのでしょうか。いや流局じゃない、積も上がってくれ。流局誰も上がれない。プレイヤーの一人転敗で流局ですね。まあ全部抑えられたと。手の中にこんだけあるってことは偶然あったんじゃなくて、その筋を抑えたと。糸が見えるんで。ただチーピンは切ってますね。左の人はちょっとは押したのか。ここからどのような手に化けるのか注目ですね。トン、ドラ、ドラ、ザンク。プレイヤーこれで一歩前進。南平が次に重なったら少しソーズの渡りもちょっとは残したい。プレイヤーこれでリャンシャン点です。まあ、次にイーソートンペイから引くようであれば、これはまあ自然な形でソーズ。この範囲に反応するか。実際はちょっといいや、ここカッコつけよう。いやそれはパンチ弱いな。ウーパーソンならともかく。ここはドラをよし行け。プレイヤー最高め。トンは2、ペイは1。あら、最後、ごめんなさい、ポン。一曲戦なら、面前リーチにこだわりますけど、これ、第2戦なんで、8戦で、いいです。さあ、コースタートを切りました。本一、ドラドラ。本一、ペイ、ドラドラ、バンヤン。うん、いいです。まずは、トンバ、3万5000より上の。トン3曲プラスをキープしたい。親なので、ここは稼ぎ時だ。国士無双。いや、親の時に行きたくないけど、これはちょっとまんざらなくもない。いや。さあ、この範囲はどうする？ここも我慢。実際は2の3、5枚。プレイヤー、ここは仕掛け、ここでも仕掛けない。まあ、なくはないですけど、ここまで引っ張っちゃったんで、ちょっとやりすぎだな。ごめんなさい。場は膠着状態。うん。この親は脳天で、流局でお願いします。まあ、100万秒と。これはまあ、多分動画上げてる人ならわかると思いますけど、やっぱり役満を見せたいっていう欲は多分、動画上げてる人、または上げてなくても、役満が少し好きな人は、
上がりたいっていうので、少し狙えるチャンスが来たら狙ってしまう癖がついているので、上がりたい、上がりたい、上がりたい、なんとかして上がりたいを100曲も1000曲もやってると、それで上がれないと。やっぱり、チャンス来た時くらいは。悪い癖というか、いい癖なのかもしれないんで、まあそこは。それじゃあ勝てんよと思っていただいて大丈夫です。今のメンツもちゃんとできてたんで、まともにいってりゃなんか手になってた気がします。プレイヤーこれでリャンシャン点です。トンバが終わってナンバです。手は大したことないです。さあこの範囲にハンドコアスルー、まあチートいつでもそんなにこう攻めたくないですね。流局でいい。ここはドラを持ってきた。流局でいいんで、まあ、面前でタンヤをドラ1張った時ぐらいは勝負しますけど、先制リーチ取られるようだったら別にって感じです。ただ手が思いのほか伸びてきて、ここも我慢。タンヤをのみ、タンヤをドラ1で流すっていうのはありですね。ただ親リーが来た。これはちょっと無理したく、うわ張っちゃった、張っちゃったらちょっと自分が上がりきった方が安全じゃないかっていうのがあるんで、やめて。キューピンがちょっとないので、あー これはちょっと惑わされるな。あくまでおおおー、すっごい見事なツボ上がりでした。マシズだ。お見事。上がってくれ上がってくれと。もう次ソーズのしごろに次手を伸ばそうと今思ってました。456全部通るんで、ソーズの456落としながら、まあ流局狙いと、まあ、攻めより守りを考えていたのに、あんなタイミングで積もる。プレイヤー全局は上がりを決めています。このまま逃げ切りたいところですね。果たしてこの曲を制することができるでしょうか。一巡だけ国士見させてください。プレイヤー一巡だけ。これはちょっと自敗使って早上がりの方がいいと思うんで。うん、終了。ここは、うわ、もうダメ、まあ、考えない。急走切った後に1球引かれても困ります。さあ、この範囲に反応して、ここはスルー。上がただポンしてく、ちょっとこれ、スルーです、スルー。そんなに焦らない。お、いいよ。上はなんか8000ぐらいの手だと思うんで、初トイトイドラ3とかだと思うんで、上の人が上がってもらっていいです。上の人が上がっちゃってください。です。うーん、ちょっとそんなに高くなっちゃうと、ちょっと上がってくださいですけど、これは違う。強烈なつも上がり。これは早かったですね。そんな高い手に仕上げなくていい。リンシャン解放、ドラヨン、バネマン。ちょっとこれは、上がってくださいキャンセルで。まあ、初、トイトイ、高く見てドラ入ってて、まあ、マンガンとか、思ってたもんで、またちょっと一回仕切り直し、オーラストップなのは間違いないんで、ここは吐くのみで。はい、1000点と。トップ目なので、ここは値段よりスピード重視となりますか。もちろんです。トップを守りきれるか。本一一直線じゃないです。ここは一直線ではないんで。自然な形で、染まったり、したらいい。最初に仕掛けるのは誰か。さあ、この範囲に反応。パーッと、ここで仕掛けていく。吐くのみでいい。楽になりましたね。受け入れを広く。リーチ。おっと、ここでリーチ。マジか。プレイヤーがここで勝負に出るのか注目しましょう。これは勝負しないと。ここをしのげるのか。どこだ。ここはもう上がツモロンいった時点で終了なんで。あっと。トイメン、これは強烈なツモ上がり。これは早かったですね。ほら、あんこ。リーズも。私が振り込んでもどうせ2茶なんで。まあ、上が32000ではないのはおそらくわかるんで、
守りに入って上が積もろん言ったら、まあ、2茶だろうっていうのはわかるんで攻めますけど、積もられちゃおしまい。もう上の、あの手を作った、上の人に、もう拍手です。んー、これもなんか、うまいことやっていれば1位取れてたような一局、チャンスはあった気がするんで、もったいないって言われるともったいないです。本場は良かったんですが、まあ、難波で、ちょっと他の人の攻撃力に、防戦一方と。何二何三で勝負をひっくり返されました。なんか適当にカードを装備してこう打ってると、勝手にノルマクリアでなんかチップもらえたり、アイテムもらえたりするんで。MGA 始めたばっかりで、まだアイテム少ない人は、おすすめです。少し後でよく考えれば、あそこをああしてればよかったなぁと、ちょっと思いつきそうな。ただ、何一までは、偶然のあのチーピンツモとか、何一までは完全にこっちが有利だったのにひっくり返されたので、もう上の人、さすがだなぁという一曲です。9段に、一回近づいたんですが、ちょっと引き戻されて、そこから少し停滞してますけど、まあ、9段変わらず目指して、最短で行きたいなと思います。今回も3枚いつも見てくれて、コメントくれて、ありがとうございます。感謝しております。早く9段になれるように、まずは、打っていきたいと思います。今回も見てくれてどうもありがとうございました。